一度目の世界選手権が終わった。世界王者の称号の奪還をかけた大会だったが、フリーで崩れた。ただ、ハブは後ろを向いてはいない。アイラ2021年4月12日号では、羽生譲弦選手が今最も叶えたい目標を語った。確実に、ピョンチャンゴリンよりも、ヘルシンキの世界選手権よりも、 絶対に上手くなっています。羽生譲るは、ノーミスできる確率とか、ゾーンに入るのを確実に狙えるようになってきているので、今は結果が出なくて苦しいけれど、自分がトレーニングしてきたことは間違っていなかったという感触がある演技でした。コロナ禍の中、ストックホルムで開催されたフィギュアスケートの世界選手権。そう語る波乳譲る。 26の胸には銅メダルが光っていた。それは期待された色とは違ったかもしれない。だからこそ、ファンを安心させるかのように、自身の手応えを何度も口にした。すべてが異例の中で始まった。3月20日夕、ハブがストックホルムへと出発する直前に、最大震度5強の地震が東北地方を襲った。 羽田空港へ向かう新幹線が運転見合わせとなった。2月にも、そして来る直前にも地震があって、家の中もぐちゃぐちゃになりつらい気持ちがありました。新幹線が止まったりして、ちょっと大変でした決めたのは、出発3日前先に到着した、宇野昌磨23と、鍵山雄心17は、 メインリンクで行われた初日練習に参加。ハブは夕方にサブリンクで調整した。リンクサイドには1年ぶりに会えたコーチのブライアン・ウォーサーとトレーシー・ウィルソンの姿があった。練習プランとしてはちょっとずれたかなと思いますが、氷ともしっかり対話できたと思いますし、良い感覚で練習を終われたかなと思います。最初はちょっと気合入りすぎで空回りみたいなものが、 一瞬ありましたが、今回はブライアンもトレーシーもいるのでしっかり話を聞きながら、自分のペースも守りながらやれたらと思います到着後3日間の公式練習は、じわじわと調子が上がっていった。全日本選手権の演技同様に、切れ味のあるジャンプが光り、コーチたちと談笑する姿も、とにかく今自分ができることは、ショート、 フリー、エキシビションの三つのプログラムを、この世の中に対して、僕なりのメッセージのあるものにできたらいいなと思います。出発するまで、自分自身いろいろと思うところはあったんですけれど、滑るからには、やっぱり何かしら、意味のあるものにしたいな、とは思いますいろいろ思うところ。それは、自信のことや、 仙台で感染者が増えていること、そして挑戦している四回転アクセルのことだ。と、ハブはろした。全日本選手権の後、結構四回転アクセルに力を入れてあって、飛び切れなかったのを苦しく感じていました。四回転半がかなり大きな壁なので、どうやって回転数を増やしていくのか、高さや対空時間を伸ばしていくのかを考えて、 ウェイトトレーニングはしていませんが、ジャンプ練習で必要な筋肉がついて、体重も増えましたし、遠心力を取り込めるようになったと思います最も4、回転半に近づきつつあったというハブ。しかし今回は準備が間に合わなかった。自分の中では、2月末までに降りられなければ、世界選手権で入れられない。1本でも降りたら入れる。 と決めていました。2月末までに降りられず、さらに3月に延長して死ぬきでやって、他のジャンプをやらずにアクセルだけ2時間ぶっ続けという日もありました。入れないと決めたのは出発の3日前。自分が目標にしていたものに届かなかったので、辛い気持ちがありました滑走直前に現れた笑顔の裏に様々な思いを押し込めて、 ショート当日を迎える。曲は、ロック、レッドメンターテインユー。四回転サル、コー。トーループを成功させると、観客のいないアリーナに視線を送り、クールに演じ切った。構成や音楽解釈では10点満点を出したジャッジも、106、98点での、首位発信を決めた。僕自身この曲を感じ取りながら、 曲が持つエナジーを腕やスケートやジャンプや身体全体に行き渡らせて表現しています。ところが二日後のフリーは始まる前に異変があった。いつもは6分間練習のきっかり1時間前にウォーミングアップを始めるが会場に現れない。そして滑走直前にすでに練習着から衣装に着替えてやってきた。 ちょっとしたトラブルが続いていました。言い訳が嫌いなハブは、多くを語らなかった。だが、選手にとって演技直前に、いつも通り過ごすことは、極めて重要になる。過ごし方が異なれば、本番での繊細な感覚に、ズレが生じる。ベテランのハブは、どんなミスが生じかねないか、予想がついただろう。 その不安と焦燥に耐え忍び、フリーが始まった。そして、冒頭の四回転ループ、四回転サル、こう、トリプルアクセルと続けて、バランスを崩した。小さなほころびが、ミスにつながっていきました。バランスが一個ずつ崩れていっていて、転倒にならないよう頑張れたとは思いますが、 全然自分らしくないジャンプが続いたので、本当に大変でした4回転半の影響は、否定演技後半の4回転トーループ2本はきっちり成功。しかし最も得意とするトリプルアクセルでは、再びミス。演技後、物上な表情で小さく頷いた。フリー182.20点。総合289。 18点でのサ位だった。自分の中では原因はしっかりわかっていますし、大きなミスかというと、点数ほどの大きなミスではありません。自分の中ではやりきれたという感覚があります珍しく、トリプルアクセルをミスしたことについて、四回転アクセルの練習の影響ではないかという質問は否定した。ただ、セオリーとしては、 4回転の練習を始めると、同じ種類の3回転のコントロールが難しくなる。4回転アクセルを求めるからこそ、ネガティブな面を否定したのかもしれない。そうであれば、彼の4回転半への尋常ならぬ渇望が、今回の結果の見えないトリガーだったのだろう。初めて、北京五輪への思いも語った。 4回転アクセルを目指す、道の上に五輪があるなら、考えます。でも、最終目標は、五輪の金メダルではなく、あくまでも4回転アクセルを成功させることです5本の、4回転を成功一方で、多くの期待を背負い3連覇を果たしたのは、米国のネイサン・チェン、21。ジャンプの技術。演技。 スタミナすべての面でピークを迎えている。しかし、ショートの冒頭、4回転ルッツで転倒。転倒したのは18年の GP ファイナル以来というほど、珍しいミスだった。飛んだ瞬間にミスと分かりました。これは僕が進化するためのチャンスと受け止めています気持ちを持ち直したフリーは、火の打ちどころのない演技だった。 計5本の4回転を成功させ、朝の公式練習で唯一ミスしたトリプルアクセルも本番では降りた。複雑なフットワークを正確無比に操る一方で、感情的に演じた。演技後は息が全く上がっておらず、320、88点で、圧巻の3連覇だった。今日は一瞬一瞬を抱きしめるような気持ちで、 胸に刻みながら演じました。とても幸せですライキは、新プログラムを作る、可能性が高いと語ったチェン。北京五輪に向けて、最善の戦略を練ってくるだろう。緊張なしで伸び伸び初出場で、銀メダルの快挙を遂げたのは、鍵山だ。父で、コーチの昭和史が、リンクサイドに立った。ショートは飛距離のある四回転サルコート四。 回転トーループを決め、完璧な演技、100、96点のスコアを見ると、ガッツポーズを繰り返した。緊張はせず、自由にのびのびと滑れました。初めての世界選手権で、初めて父と海外の試合に来られて、いい演技を見せられたので、本当に良かったです。フリーでも17歳の強心臓は、ひるまなかった。 三本の四回転を次々成功。演技後半にミスはあったものの、最後までスピード感のあふれる演技が光った。世界選手権の最終グループなんかに自分がいていいんだろうかと最初は思いました。でも表彰台を狙って練習してきたので、ここに来たからにはやらなきゃと思い、集中できました総合得点は291。 77点。メダル確定に。飛び跳ねた。そしてピョンチャン五輪ン,ンメダリストの宇野は、ショートは6位発進だが、フリーでは粘り。総合277。44点で4位だった。今回の演技は、ここに来てからの練習状態からできるマックスでした。耐えることができたのは、いい点ですが。 スイスで練習していたようなジャンプに調整していくのが今後の課題です。東日本大震災から10年。ハブがエキシビションに選んだのは復興のテーマソング、花は咲く。柔らかなオレンジ色の衣装で人々の心に花を咲かせる精霊のように舞った。周りの人に何を届けられるかを考え続けたシーズン。 4回転半という夢をつないで会場を後にした次のオーディオビデオでお会いしましょう。